こんにちは、サードラです。今回はこういったエスピナスバゼルの30分4オツの密林であったり、あとこちらのラーバゼルの30分4オツの密林だったり、あと先日ご紹介させていただいたこのエスピナスフロギーの30分みたいな狙ったクエストをどうやって厳選しているんですかってご質問をいただくことが多かったので、今回は僕が普段やっているクエスト厳選方法についてご紹介をさせていただこうかなと思います。 で正直この方法をやってしまうとめちゃくちゃ楽にクエスト集めができて欲しいクエスト結構早く入手することができるので、まあ、今まではやっぱりまあ動画投稿者として誰よりも早く理想クエストをゲットして動画にしたいと思いが強かったので、まあまりやり方については公開をしていなかったんですがもう一通り欲しいクエスト集め終わって動画も投稿させていただいてリクエストも結構やっぱり多かったので今回は普段やっているクエスト厳選方法についてご紹介をさせていただきますでそしたらまず 注意事項なんですが1回の回答級クエストですねで入手できるクエスト数っていうのは8個までっていう風になっていますので、まあ、実際に見ていただきたいんですがこんな感じでこのクエストで入手できるすべての回答級クエストを入手しましたっていう風に出た場合はもうこれ以上クエストを取ることができませんので1回では8個までしか取れないっていうのを気をつけていただければいいかなと思います。 で次にもう1つですね、この赤いキュリアをまとっている採取ポイントっていうのは30箇所しかありませんので、これも見ていただきたいんですが、全部取りつくした場合は、こんな感じで、最終場所からキュリアの気配が消えましたっていう風に。 なりますこれは一応30箇所赤いの全部取ってしまうと出てきますのでこれが出た場合はもう強制終了になりますのでこの2点は採取する際に気をつけていただければいいかなと思いますであとはクエスト期間をやる必要があるのでクエストリセット押さないように気をつけていただければなと思いますっていうのが注意事項ですねそしたら早速クエスト厳選の方法についてご紹介をさせていただくんですがえまず方法としてはモンスターを討伐周回するのではなく採取をしていきますで その採取するマップとしては密林を活用しまして一応今実際に密林に来てガルクマーキングで採取ポイントを分かりやすいように左下に出しているんですがこの青いポイントが全部採取ポイントと なっておりますで見てもらって分かる通りめちゃくちゃ最初ポイントが多いのとルートも回しやすいんですよねっていう理由から普段最初は密林を使っておりますでそしたら次に、まあ、密林の最初が効率がいいっていうのは分かっていただけたかなと思うんですがじゃあどのレベル帯のどのモンスターの密林を最初周回した方がいいのかっていうのについてのお話ですねこれは正直自分が狙っているモンスターであったり条件によってどのレベル帯をやったがいいかとかどのモンスターでやったがいいかっていうのは変わってきます。 で今回は、まあ、よく狙う方が多い3項目にまとめてテロップを出しているんですがまず1つ目が、まあ、こちらのエスピナスのような EX ランク6の4オツ25分ですね EX ランク6のみ4オツが限界値になるのでこの4オツの25分クエスト狙ってる方が多いかなと思うんですが。 これを狙う場合は同じ EX ランク6の101レベルのクエストを周回していただくのをお勧すすめします。で、この理由なんですが、101レベルを回す理由としては、120レベルとかレベルが上がっていくにつれて、取れるクエストが多頭クエストになる可能性がかなり上がってくるんですよね。っていう面から EX ランク6の4月25分の単体クエスト、まあこういうエスピナス単体とか、あとまあゴアマガラの4月25分、あとはヤツカダキアシの4月25分とか、まあ、他もラージャー、 んとかこういうバゼルギウスみたいな単体の4つ25分をコンプリート狙っていく方に関しては101レベルの EX ランク6の密林を最終周回していただくのがいいんじゃないかなと思いますここで1つ注意事項なんですが例えばじゃあこの4つ25分のバゼルギウスが欲しいってなった場合はバゼルギウスのクエストを周回してもバゼルギウスのクエストは取れませんのであくまで欲しいモンスターと違うモンスターで同じ EX 体のクエストをやるっていうのは注意していただければいいかなと思います。 思いますそしたら次に2つ目ですね2つ目はこういった EX ランク1から、まあ、EX ランク5までのこういうゴーツ25分の単体クエストを集めているっていう方も多いかなと思うんですがこれを集める場合は 同じ EX 帯ののレベルのクエストををししていただくことをおす,すめします例えばこのオロミドロの5つ25分が欲しい場合は同じ EX ランク4の67レベルのクエストを回していただくであったりまあ、ジェラトドス欲しい場合は同じ EX ランク3の、まあ、ジェラトドス以外ですねの67レベルを最初周回するっていうのをおすすめしますでこの理由なんですがまず同じ EX 帯でやった方がいい理由としてはクエスト派生ですねの傾向として例えばじゃあ EX ランク 3で採取したクエストっていうののは同じ EX ランク3のク3エストが出やすいいっていう傾向があるっていうのと合わせてゴーツクエストっていうのは70レベル以下でしか取れないっていうのがもう確定しているので例えばじゃあ70レベル以下で取れるんだったら70レベルでもいいじゃんと思われる方いらっしゃると思うんですが70レベルで取ってしまうと場合によって71とか2とか3が取れてしまう場合もあるんですよねそうなるともうそのクエストはゴーツがつかないっていうのが確定しているのでレベルを少し下げた67レベルのかつ同じ EX ランク帯のクエストを最終回するっていうのがおすすめですねで次に3つ目なんですが、まあ、こういったナスバゼルとかあとまあラーバゼルのような特定の多頭クエストを狙いたいってなった場合は同じ EX ランク帯ですね例えばラージャン狙うんだったら同じ EX ランク6の120レベル。 を周回していただくことをお勧めします理由としてはレベルが高い方が多等クエストに派生しやすいという傾向がありますのでそういった点から多等クエストを狙う場合は高レベル帯の同じ EX ランク帯ですねを最終周回していただければいいかなと思っておりますただ多等クエストを厳選する場合に注意いただきたいのが例えばこういう感じで、まあ、リオレウス金銀のゴーツみたいな感じでゴーツまでおまけでつけたいってなった場合はゴーツ自体は70レベル以下でしか出ないのでもし多等クエストで をを狙いたいいいいいたたた場合ののみえ67レベルのクエストを周回しててだいた方がいいかなと思っております。で逆にこういったナスバゼルの4オツみたいな感じで4オツまでで条件がいいクエストに関しては120レベルを周回しても4オツまで出ることが確認できているのでその場合はもう120レベルを回していただいて大丈夫なんでゴオーツの多頭クエスト狙う場合だけちょっと注意が必要かなっていう感じですね。 そしたら最後に実際に周回しているところをお見せしながらルート解説をして終わろうかなと思います。で今回は今狙っているクエストとしてはこのナスフロギーの30分の4オツの密林を狙っているので、まあ、これが出やすい条件である、まあ、同じ EX6 の120レベルのゴアマガラここを採取して周回をお見せできればなと思います。 そしたら一応ルートとしては上にテロップで書いてある順番で、まあ、エリアを回っていただければいいんですけど一応スタート地点にこんな感じで苦虫が,があるのでそれだけ気をつけてもらったらまず1番に向かいますでこんな感じで赤く光ってるものがあればクエスト取れましたねこんな感じで、えー、取っていただいてそしたら次に、えー、9番に向かうのでまず1番で、まあ、こんな感じで光ってるのがないかを全部 見ていただきますで、まあ、一応この赤いキュリアのやつですねこれはまあ最悪もう23個とか別に見逃してしまったとしても他のところでその分取ってクエストが8個埋まったりとかキュリアポイントの採取数が30個いけば別に23個とか逃しても全然大丈夫なのでそんなにまあ気負ってとかまあ血まなこになって周りを見渡さなくても大丈夫です、まあ、全然ミスしても大丈夫なんでそしたら次に9番を抜けて3番に行きます で、また同じように3番で赤く光っている素材がないかっていうのを見ていただいて、またクエストが取れてますね。でそしたら次7番に入りますので、7番は、まあ、ちょっとわかりづらいんですけど、あの洞窟の中ですね、になりますので、えー、ここに入っていただいて、7番の素材を見ていきます。で、次は4番になりますので、えー、その前に7番をある程度ちょっと見ておくっていう感じですね。 で、えーまあ、パーッと見ていただいて、まあ、7番は今回なさそうなので、まあ、こんな感じですね。で、4番に行きます。で、次4番が終わったら、次3番にまた戻りますので、4番でまず赤く光ってる素材がないかのチェックですね。で、これが終わったら、さっき1回3番に行ってはいるんですが、もう1回3番に戻ります。で、ここを一応戻る理由としては、この4番から3番に通っているこのトンネルに結構素材が あるのでこここを取るためでですすねに1回3番に回番帰りますでこの帰ってきた流れで10番を見ることができるので次10番に行きますで10番に関しては穴があるんですけどそこ落ちてしまうとちょっとめんどくさいんで落ちずにそれ以外のところをこんな感じで見ていただいて注意点としては上の方ですねこんな感じで上の方に虫がいるのでここまでちょっと目視で見れるんで見ていただければいいかなと思いますで穴には落ちずに戻って いいたただいてそしたら次2番に行きますでこのまま2番にまっすぐですね進んでいただいてまあ、あとは同じでまあ途中の道とかにも素材がやっぱこんな感じであるのでまあ、周り見渡しながら進んでいただいてまあ、光ってるやつをひたすら取っていくっていう感じですねちょっと苦虫取り付けたんで取ってあとは、えー、次ですね、えー、今が2番に着いたので次5番を目指していきますのでまた2番で同じように赤くそ光ってる素材がないかを 見てていいたただいてありましたねこれ貫抜きそうを取ったら、えー、次は5番に行きますで5番も途中通路に、ま、素材がいろいろこんな感じで虫とかあるので取っていただいてでまたまっすぐ進んで次5番ですねで次5番の次は6番の,あの洞窟にまた入っていくのでそこだけ気をつけていただければいいかなと思うんですけど一応6番に関しては と先にちょっと5番に光ってるのがあるんでこれ一応取っておいてそしたら5番に次は進んでいきますで5番もこんな感じで素材がたくさんあるので光ってるやつを取っていただいてそしたら次6番ですねに入っていきますで次この6番を経由して8番に入りますのでここも結構素材は多いですね でクエストが取れてで5アマガラがちょっと <laughs> 邪魔なんですけどで8番終わったら次7番ですねに行きますで次7番が終わったら5番に抜けていきますので、まあ、上の方に帰っていくっていうイメージですね7番はさっき一応見ているので、まあ、ここはスキップしてもらうかもう一回確認の意味でパッと見るだけではしてもらってもいいかなと思いますそしたらこのまま、えー、5番から次11番に走っていきまして で、あと11番から4番に行ったら1周まず終わりですね。ここで、えー、見渡してもらって4番まで行くことによって、これで1番から、えー、11番まで全てのマップを見ることができているので、ここからやっていく作業としては、この4番のダイカキレムシの隣の壁ですね。ここから上に登ります。で、早い場合はもうここでクエスト8個取れて終わってるんですが、取れなかった時だけこの4番から上に登っていただいて、 えまた素材を取っていくんですが、ここはもう正直、ルートを覚えるというよりかは、イメージとしては8番の近くにサブキャンプがあると思うんですが、その周りをぐるぐる回って探すイメージですね、こんな感じで、えー、マップに沿ってぐるぐる回って素材を取っていきます。で、ここも取って、 他にも赤くなっっってててる部分を取ってっていう感じですなんでまあ気をつけていただきたいのが4番のダイカケルムシの壁から登るっていうのだけしてもらえばまた上に登ってこんな感じでぐるぐる回っていれば素材がどんどん出てくるので取っていただいてこれでまあだいたい体まあこれぐらいでクエストが8個取れるかこんな感じで今回キュリアの気配が消えましたって感じなので30個取り切ってもうキュリア素材がなくなってしまうのでここからはおまけでここでも落ちなかった場合はこんな感じですよっていうので 見てもらえればいいかなと思うんですけど、まあ、あとはもうこんな感じで、ルートとかあんまり僕は決めていなくて、もうだいたいここに来るときに終わってしまってるんで、もう残りはおまけで、まあ足りない分だけ赤く光ってるのをパッと取って、まあ、キュリアが消えるか、クエストが8個取れてこれ以上持てませんってなったら、クエスト期間をするっていう感じなので、まあこんな感じで周り見てもらって、で、右側にもこんな感じであるので、あとはツタを登ってもらうと、もう1段階上にまた素材がたくさん、こんな感じで。 あるのでで、まあ、これをひたすすら見てていいくっていう感じですね正直ここはもうルートを覚えるっていうよりかはサブキャンプの周りをぐるぐる回りながら、まあ、素材を集めるっていうイメージでやってもらうと別に覚える必要はないと思ってますので、まあ、これで可能かなと思っておりますで一応僕はここで最後に向こう側ですね向こう岸にも素材が穴の先にあるので右側の鉱石見てなければこのトンネルを最後通っていって でこの先に素材が1個あるので、こ、まあ、ここですねこの辺を洞窟抜けた後にちょっと見ていただいて、もうここで終わるっていう感じに僕はしています。で、ここまで回してももう30個いかないとか、めったにないんですけど、8個クエストが取れてないとかっていうことがもしあれば、まあ、それでも僕はここでもクエスト期間をしているので、大体1周はイメージとしてはこんな感じですね。ここまで行くことは基本ないかなと。 思います早い時は1周3分ぐらいでクエスト8個取れたりとか全部キュリアをからすまでにも7分かからなかったりはしますので今回解説しながらだったので時間としては多分8分ぐらいですねかかっているんですけどもだいたいこれぐらいで1周終わることができるようになっておりますので終わったらあとはこうで,ですねクエスト期間を押していただいて終了っていうふうになりますあとはクエストはこんな感じで取れているのでこれをまあ期間で持って帰るっていう感じですね で一応先ほど取れたクエストをですね全部で7個取れてまして、えー、上から、まあ、ラージャンとラージャンオーナズチとジンオーガヌシレイヤとオロミドロアッシュの25分これ結構当たりですね120レベルで引けてるんであとはディアブロスヌシレイヤとタマミツネの3得へ えー、惜しいですねエスピナスヌシーアオアシラの30分なんでこれがあとヌシーアオアシラのところがフロギーで4つついて密林だったらゴールだったのでまあこれをねまたもうちょっと回して頑張って、まあ、エスピナスプラスフロギーの4つ30分密林出そうかなと思いますっていう感じで普段はこんな感じで周回をしておりますでまあ見てもらってわかる通り今回120レベルで採取したので7個取れたうちの5個 多クエストなんで、まあ、こんな感じで多頭クエスト厳選する場合は高レベル回していただいた方が取れやすいと思いますので、まあ、先ほどの,あのテロップで出していた3つの項目ですねっていうのは意識してもらうだけで狙いのクエストかなり出やすくなりますのでそちらも活用いただければなと思います、まあ、単純に普通にクエストやるだけだったら、まあ、8分とか9分とか1回かかって、まあ、大体23個とかしか取れないんですがこの方法だったら、まあ、早ければ3分遅くても7分ほどでクエスト8個近く取ることができるので であとさらに効率を上げたい場合は4人マルチでやっていただくと1クエストを取れるだけでそれが4人分抽選入ってくれて4人とも違うクエストが取れてくれるので効率が単純に4倍になるんですよねなんでもし固定組んでやれる方とかはこれ4人でやると単純に効率4倍化できますのでマルチでやるのもとてもおすすめです でこれからもサンブレイクの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントいただけると嬉しいです。エスピナスフローギー四通三十分引けるまで頑張ります。バイバイ。